どうもー、影やんです。これはチューリップの植木鉢です。これは来年の春ですね。春になります。ということで、これがブロッコリーですね。ブロッコリーちょっと、で、これキャベツがね、ちょっとこう真ん中のとこがこう丸くなってきてるんで、こうやってこう丸まっていくらしいんですね。キャベツっていうのは丸まっていくって、ほんで、こう収穫ができるようになるということなんで、ちょっと期待したいですけど、なんかね、穴が開いてるのがちょっと気になるかなというふうに考えてます。以上です。